でも一個その聞いておきたかったのは、さっき映ってた多分ミーシャさんのドレスが、レディーガガットの、うんうん、であれは誰もが知ってるトモさんのスタイルを作る上ですごい影響を受けた作品とかものとかっていうのはあるんですか？リサーチはやっぱりいろいろしてるので、過去のデザイナーのデザインとかも見てるんですけど、あれを作るきっかけになったのは、どっちかっていうと素材が、手に入りやすかったからっていうのがあるかもしれないですけど、あれが、日本で作られているポリエステル素材のオーガンジーっていう生地なんですけど、ちょっと薄くて、そのひだひだの部分を作って。あ、そうです、そうです。そうです。で、あれが、自分がよく、日暮里の繊維街に今でも行くんですけど、そこでたくさん売ってたんですよね。で、しかも、なんていうんだ、あそこってこう工場とかブランドとかで使い切らなかった余りの生地とかをたくさん売っていて、で、あの素材が、なんて言ったらいい、すんごいいろんな色がちょっとずつ売ってるみたいな感じで、でそれを見たときに、あ、これでなんかしたいなと思って買い占めたのが最初です。だから何かこれをやろうと思って生地を探しに行ったっていうよりは、生地があってそこから技術を生み出したというか、こう組み合わせていったっていう感じが近いですか。うん、あの素材は他にはどういうものに使われることが多いんですか？結構でも、ま、基本的にはドレスの素材で、ウェディングドレスとかにも多分よく使われてると思いますね。でも結構いろんな手芸店とかでも手に入るので、お遊戯会の衣装とかにも全然使われてるけど、なんか自分はそういう、なんかありふれてる素材を人が見たことがないような形に作り上げるっていうのは、なんか一つちょっとこうチャレンジとして面白いなと思っていて、結構それまでもやっていました。で、その比較的ありふれてる素材を、ああいう他の何物とも違うような独自のスタイルにこう変えるときって、一番なんか重要な、なんか企業秘密みたいなのあるんですか？つまり、なんか誰かがその素材、今そこの技術がある他の人が、同じ素材を買ってきたとするじゃないですか。で、とも小泉ドレスの、フェイク品を作ろう、リプリカ品を作ろうと思ったら結構作れちゃうものなんですか？それともなんか、秘密の秘伝のタレみたいなのができないものなんですかね？技術がある人が見たら作れるとは思います。ただ、結局、あそこだけじゃないんですよね。もちろんコピーはできると思うんですけど、まあコピーでしかないっていうか、それを超えるものを作るときに、その色の組み合わせとか、シルエットの作り方とか、多分そういうところで差が出てくるから、なんか今のところ自分もこの位置を保っていられるのかなっていう気がしますけど。でも一番、こう、自分がこだわりを持ってる部分っていうのはどこなんですかね。色なのか、はい、それとも全体的なシルエット、形シルエットなのか、なんかここが自分の一番重要なアイデンティティだみたいな部分っていうのは終わりになるんですか？自分の中ではそうですね。まあ全部もちろん重要なんですけど、なんかキーワードとしてやっぱりこう調和っていうのが大事にしていて、なんかこう、その先ほど言ったみたいにこう、素材、まあそのなんていうんですかね、要は、制限っていうんですかね。例えばその、この素材を使おうって自分で決めたり、なんかこう結構あるんですけど、企業さんからこう廃盤品とか廃棄品みたいなものをもらって使ったりするときに、なんかそれをベースに何かを組み合わせて美しい調和を生み出せることっていうのが結構自分の中で価値を持っていて、皆さんもこう見出してくれるかなと思っ
っていて、なんかそういう制限の中で作るとか、制限の中で調和を生み出すっていうのが自分の中の重要な、なんかキーになることかなと思います。でも一個、その、聞いておきたかったのは、その、ともさんの衣装ってすごい印象が強烈に強いじゃないですか。で特にこう、写真とかインスタとかで見ただけでこれだけ強烈な印象を与える服とか衣装ってもあんまないと思うんですよ。で、それはすごいことであると同時に、ある意味で、なんかその写真映えみたいなものが強すぎるっていう言い方もできるのかなと思っていて。その印象の強さ、特にこう、パッと目で写真とかを見た時の視覚的な印象の強さって、こう、コントロールされているものなんですか？何かその、SNS とかインスタ的なところに乗っかった時の、こう、注意の引きやすさみたいなのをこう最適化しているっていう感じがあるのか、それとも、それはなんか、結果としてそうなってしまっただけなのかっていうあたりがちょっと気になっていて。はい。やっぱりそれは自分の衣装デザイナーとしての経験値から来るものですかね。なんか衣装とか作るときって本当にああいうアリーナみたいなところで使って本人がすごい遠くに離れていてもなんかすんごい遠くから見てもなんかこう引きでわかる、わかりやすいシェイプとか色とかなんかそういったものをずっと考えて作っていたのでなんかそれがすごいよりで写真に写ったら、まあ、すごい、なんていうんですか、映えるというか、わかりやすさを間近で見てることになるじゃないですか。なんかそういうことですかね。だから、普通の写真、なんていうんですか、だから一般、日常用には作ってないので、基本的には。なんかそういうものを、一つの写真とかで見ると、まあ、かなり映えてしまうっていう、なんて言ってんだ。本来の用途とは違う使い方をしてるから、目立っちゃうって感じですかね。なるほど。いや、僕、意地悪な人間なんで、もともとインスタ映えを狙いに狙って、あのスタイルを作り出したのかなとか、ちょっと昔思っちゃったんですよ。はい、本当ですか。それよりは結構今言ったような衣装の使われる場面に、適して作っていったら結果として写真に撮ると強烈になってしまったっていう面ですよね。そうですね。本当にそんな感じだと思いますね。だから多分ステージ上で使うとちょうどいいと思うんですよね。あ、いい感じだねみたいな。なんかキラキラしてるものとかもつけてるんですけど、ああいうものってステージの照明とかだとすごい映えるんですね。なんかそういう場面用には作っていて、まあでも、実際その、なんて言うんだろう、借りたいって言ってくれる人の中に、やっぱこう写真映えするからっていうのも、まあでもそれも、もちろんなんて言うんだろう、雑誌で取り上げてもらうとか、なんかそういうことってやっぱり写真映えしないとないじゃないですか。はい。まあなんか、だから自分が素直にやってることが、自分がまあ求めてるような場面で使われるのはありがたいですけど、まあでもちょっとインスタ映えっていうのはちょっと、なんて言うんだろう。あんまり嬉しい、なんて言うんだろう、文言ではないかもしれないですよね。まああんまされないですけどね。うん。なんか、トモさんのドレスって色合いとか見た目のインパクトに目が行きがちじゃないですか。だけど、なんか素人ながらすごく魅力を感じるのは、あんまり着る人を選ばない魅力があるんじゃないかなと思っていて。背が高い人も低い人も、モデル体型の人も、ゴロッとした人も、それからなんか赤ちゃんも成人も、結構みんなを包み込む。しかも、その包み込んだ時にあんまりその人たちをこう差別しないっていうか、同じ温度で、なんか同じ暖かさで包み込むみたいな感じはすごいするんですよね。すごい、それは嬉しいですね。私なんか多分それができなくなったらちょっと怖いなと思います。やっぱりこう、その例えば今さっき言ったみたいにこうメディアとの
こう関係が結構密接なんですけど、メディアとか巷の人が、なんかこれがすごいかっこいいって、なんかこう決められちゃったら逆に、それが終わったトレンドってやっぱり終わるので、なんかトレンドにされちゃうと怖いっていう部分もあって、だからそういうとこ、意図的に避けてる部分もあるかもしれないですね。こう、トレンドに乗らないように。だからこう、なんだろう。かっこいいみたいなところにはまらないように作ってる部分もあります。はい。あ、そう、わかりやすい形容詞がつかないようにするみたいな意識はどっかにあるんですか？ありますね。なんか、あ、でも、それでもその、なんだろう、こう、わかる人にだけわかればいいみたいな気持ちもなくて。まあ、確かになんか、トモさんって、まあ、みんな見ればパッとわかるし、あ、あれあれっていう感じにはなるんですけど、それを言葉で誰かに伝えろって言われると、どう伝えていいのかちょっとわかんないっていう不思議さがあります、うん。なんか、言葉にできてしまうことの、なんて言うんだろう、危うさというかも感じるんですよね。やっぱりこう言葉で説明できてしまうと多分理解されすぎてしまってすぐ消費されてしまう感覚があるっていうか、やっぱり言葉にできない部分があるからみんなこう空白の部分を持ってそれぞれの解釈があったりとか、なんかそれぞれの楽しみ方をしてもらったりとか、なんかそういった部分も、うん、意識して作ってるかもしれないです。La la 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 la